そうそう、飲んじゃっていいですか。そうそう、すいません、いいですか。全然全然。カメラマン決まってないって。しまったなんか。すまんすまん、なんか電波切れたりで申し訳ない、ほんと申し訳ない。今安定してるぞ。え、つまみ買いますよ、うん、石島くんみたい。俺石島くんっていう漫画全然読んだことないし意識したことないかんね。あんま好きじゃないんだよね。ご飯面にしようかな。ヒゲと丸眼鏡でしょ単純に。私あの辺は知らないんですけど、白石さんも知らないから、白石さんも知らないから、了解が。わざわざ適当につまむから適当に頼んでもらえると、うん、サラさんいらっしゃい。ちょっとしてもらって。コーラ、うん、コーラ。居酒屋、居酒屋。あ、どうぞ。コーラ、コーラ2つと、コーラマチュー1つ。タコミさん飲まないの？あれ、酒？お酒飲まない。飲まない。で、あと焼きそば、焼きそば2つ。2つ。はい。あと、この、熱々牛サイコロステーキ。牛サイコロステーキ。餃子。とりあえず一応飲んで、はい、どんなの酒飲まない？俺もともと飲む。飲んだんだよ、会話。そういう会話飲むけど飲めばいいのに。その付き合いで飲む。おお。居酒屋なおです。今日はディベートではないのね。ディベートの枠いいよね。結構熱いよね、うん、ああでもないこうでもない盛り上がるよね。全然付き合うよな、議題があったら。おい、ハッチいらっしゃい。ごめん、電波途切れ途切れ申し訳ない。コメント見たいの？若干固めだけど。大丈夫です。見える。結婚祝いとかないか。このカメラが安定しないんだよ。グラグラでさ、この部分が。ないかな。
このカメラ本当ダメ。オッケーオッケまたシュワドウさんのディベート配信好き。俺はローン張ってないから、司会進行っていうか回しみたいなことやってるから、なんかリスナーさん同士が議論するっていうのが結構面白いかなっていうふうに俺は思ってるんだよ。理論武装するからディベートは強いよ。俺はもう理屈屋さんだよね、本当に理屈こね回して生きてきてるから、理屈が好きなんだよ。リスナーさんだよ、リスナーさん、男3人で今飲んでる。論争をふっかけられるのが好きだよね。風船10個ありがとう、ゆうこさん、こんばんは。あれ、ゆうこさんさっき誰かの枠いた気がする。誰の枠だ。あ、やるよやるよ。っていうか別に今でも全然論争ふっかけてくれたら全然やるけど。あ、俺酒飲まないから落とし1個カットしてください。落としいらないです。はい、落とし2個、落としいる、落としいらない。もう前日の放送でワドンに偽物がコメントしてた。さすがに気づくでしょ。俺前日って人が分かんないから。有名な人は今やってるみたいよ。なんか新宿にいるらしい。論争嫌いなんだ。いや、ディベートは結構素敵なゲームだと思ってて乾杯。はい、お疲れです。今日はありがとうございます。いや、お疲れ様です。おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。何やるんだろうね。あ、こっちでもお店入ってる。500人。へえ。サスケの人？聞いたことがいいんだけど。ね、すごいね。500人集まってるって。KB、みんなこの辺で KB。うん。ハートプレゼントありがとう。閲覧すごいね。何系の配信者なんだろうね。聞いたことない。有名な人なんだ。すごいね、500人。ふわっちで500人って深夜っちょとかそういうレベルでしょ。ニコ生の人なんだ。分かんないな。何系の配信者？雑談系？アウトロー系とかあるじゃん。俺今コーラ飲んでる。のんちゃんはもう外出たくないって。今北産業いらっしゃい。イベントは結構千葉さんとの会が結構面白かったです。千葉さんとの会？なんか FC2 の時に。あれはディベートじゃないでしょ。あんたのディベートになってないよ。ソース出せって言ってさ、ムーがソース。ムーっていうか、あのスレイブっていう YouTube ですごいアクセスを稼いだ映画があるの。スライブか。知ってる？スライブ見たことあるんですよ。で、スライブの主張っていうのは、世の中にはトーラーって言って、その六角形みたいな、多面六角形みたいな。で、多次元を形成してるみたいな。要は結構とんでも系なんだけど、でも、そのスライブっていう映画を作った人が、元 P&G の役員の中、要は大御所の人なんだよ。で、それで結構事実も織り交ぜてんの。だけど、まあスピッテル系っていうかスピリチュアル系なんだよ。なんて言えばいいのかな。要は結局世の中は金持ちが動かしててみたいなのと、あと半永久エネルギー、テスラ電球とか知ってる？
あのトーマス・エジソンの弟子でニコラ・テスラっていう人がいたんですけど、簡単に言うとそのもともと無謀になってったきっかけみたいなのがあって、要はあのもともとロスチャイルドとかが強いわけで、であのその後カーネギーっていう人が王様になる。でカーネギーの時代っていうのは鉄鋼王って言われてて、鉄が採掘されてた時にその鉄で天下取った人が、で次にその産業革命とかで、その産業革命じゃないその電気とか、トーマス・エジソンが電気っていうのを開発してインフラを作っていくんだけど、そのトーマス・エジソンがなぜ、トーマス・エジソンの電気がなぜ採用されたかっていうと、メタル線で電気を供給するから、要は銅が必要になる。だから利害関係、カーネギーの利害とエジソンの利害が一致するのよ。だけどそのニコラ・テスラがやっちゃったのって、そのエジソンの時代じゃん、エジソンの弟子なんだけど、電線とかを一切必要しないで電気の交流ができちゃったの。だから直流電球、交流電球っていうのが争いが起こって、で一説によると、そのニコラ・テスラっていうのはその半永久エネルギー作っちゃったって言われてるの。で FBI とかは実際回収して、あのテスラの研究所って燃やされてるのよ。だから未だにその陰謀論とかでよく出てくるんだけど、へえー、すげえ、そうさすがっす結構有名よ、あの都市伝説好きな人の中ではニコラ・テスラは。バカプレゼントありがとう。和道さんいっぱい本読んでそうだな。そうでもないね、俺は全然本とかあんま読んでない。 ほぼ漫画は、多分ね、漫画は普通の人より読んでるの。漫画は本当何万冊って読んできてるから、おそらくは2万冊は余裕で読んでると思う。ハンターハンターが一番いや俺はハンターハンターが一番だって言ってるんじゃなくて、その漫画ってさ、いろんな要素が必要だと思ってるんだよ。だけど絵のうまさとか、そのストーリー構成とか戦闘描写とか、いろんな項目があるの。それを一番レベルが高くて王道ができるのは富樫だっていう説なのよ。このなんだろう、チャンピオンっていうか、今現代作家の中で、うんうん、今和道さんからフォロー来たけど本人じゃないの。俺フォローしてないっすね。僕のツイッターはプロフィールに書いてあるやつだけですね。だからブロックしてください、そのアカウントは、うん、ほぼ漫画ですね、僕の知識は。公共のものを拭いてから使ったら潔癖症と言われるの、なんだろうね。俺は全然潔癖症だと思わないけど、うん、ハンターハンターはすごいよね。どう ?PTPT してない?大丈夫?店入ったから電波ちゃんと繋がってる?安定してるかな?大丈夫。おすすめの漫画は、俺はね、あのひらがなで僕らのっていう作品があるんだけど、僕らのは結構おすすめだ。あと古谷実の作品が好きですね、僕は。古谷実のまあ秘密とかサルチネスとか、サルチネスは結構良かったっすね、グッときましたね。なんか俺はそのよく言うんだけど、漫画でも映画でもそうなんだけど、あの要はその時読んで面白いものと残るものっていうのは別の良さなんだよ。だからハリウッド映画でも、そのなんだろう、大衆向けっていうのかな、っていうのが悪いっていうわけじゃなくて、その時にそのアトラクションとして楽しめる楽しさと、あとその人生の教訓みたいに残る作品は別だと思ってるね。僕らのはあのアニメもあるけど、アニメは見ないでほしいかな。俺はアニメから入っちゃう。ダメ。漫画読んだ？いやもうすごいよ。え、ネタバレしていいなら言っていい？どう違うのか。あさ、妹生き残るじゃん。妹死ぬんだよ。だからもう、
妹が死ぬか生きるかってあれもうターニングポイントで全然作数変わるの分かるじゃん、うん、妹生き残るのよ、だいぶ原作クラッシャーすぎます、クラッシャーっていうよりもっていうかね、あの作品をアニメにするのは不可能、なんでかっていうと残酷すぎるの、うん、そうで妹が死なないと主人公の後ろが死ぬ理由がないんだよ、だからアニメ版のはね設定をよく理解してない作者が何を伝えたいのか、作者の意図を組み込んで原作を理解してないからそれはなんかダメ、あの話っていうのはその浮かばれない不条理さみたいなものを描いてて、だけどその地球人のために俺らはっていうその共同体についてを語ってるわけがある、まさにその戦争で日本って何だったのかっていうのがテーマだから、でテーマって書かれてないんだから俺が勝手に総解釈してるんだから、あの絵柄結構好きっすね。あの絵柄結構好きっすね。あ、好き、うん、お前は絵柄苦手結構。繊細っていうかなんか。だからあれだよね。なんか本当に女の人みたいな感じだよね、うんうん。なんかストーリーとそのキャラのアンバランスっていうかさ。うん、なんかストーリーとのギャップがまた結構いいんですかね。漫画読んだ途中までっすね。Yeah.
あざーす。うまい。お前が詰める。うまい。辛くない？うん？でも焼きそば辛くない？辛いか、そうですね。結構うまそうじゃないの？え？うまそうじゃない？うまそうなんだけど、辛い。辛い。辛い苦手なの？苦手。苦手なんだ。確かに結構癖のある感じですね。もう俺もなんか富士宮焼きそば意識するそのさ、うん、麺っていうか。うんうん、さん辛いの好きそうだったけど、ね、嫌いなんだ。ホイコーローみたいなやつ。ああ。なんか俺いつも思うのさ、うん、ブラッド・ピットって別に俳優として悪くないと思うし、うん、いいと思うんだけど、うん、ブラッド・ピットが選んでる脚本ってめちゃめちゃ当たりの映画多いじゃん。確かに。だけどお前じゃないんだよっていうのはいつもあるんだよね。なんかイケメンすぎるんだよブラピって。あ、演技とかはどうですか？演技も悪くないんだけどイケメンに勝っちゃってるじゃん、うん、演技よりも。演技もすごいレベル高いんだけど、で脚本選ぶ能力めちゃめちゃあると思ってて、グラビア結構仕事とか選んでそうっすね。めちゃめちゃ選ぶでしょ、あのクラスは。脚本選ぶ能力はすごい長けてるな。でもね、ブラピじゃないんだよなと思っちゃうんだよ。セブンとかめちゃめちゃ良かったもん。セブンとかいいし、ファイトクラブとか。ワズさんが好きな俳優って誰かいますよ？エドワード・ノートンとか好きだよ。おー、俺結構渋い。あとあの、なんだっけ、あの黒人の、あ、黒人で有名なおじいちゃんじゃ、モーガン・フリーマンじゃない、なんだっけな、黒人で有名な俳優さん誰だっけ。デンゼル・ワシントン。あ、大好きだね。なんかもうデンゼル・ワシントンがやっちゃうと全部デンゼル・ワシントンになるけどかっこいい。めっちゃ面白いこの焼きそば。嘘、そんな辛い？なんか、うん、トッシー、そんな辛いの？辛いって何？なんかひき肉がめっちゃ詰まった今。あー、わかる、言いたいの。手間がない、うん、ザ・なんとか麺みたいな。デンゼル・ワシントン好きだな。デンゼル・ワシントンの笑顔の表情がめちゃめちゃ好き。え、デンゼル・ワシントンの笑顔ってどんな表情だっけ？なんかすげえ、なんていうんですかね、あの不自然なほどにんまりみたいな、あの演技力。え、デンゼル・ワシントンか、それ。え、どの映画、例えばどの映画をどのシーンで。なんだっけ、アメリカン・ギャング・スターっていう映画で、すごい。デンゼル・ワシントン笑顔のイメージあんまないな。なんかシリアスで眉間、たまになんですよ、たまに見せるんですけど、その笑顔やばい。確かにこのやつも見た目とのギャップがすごいな、うん、見た目めちゃめちゃうまそうだけど、うん、外れだね。良くも悪くもデンゼル・ワシントンは、うん、いいですね。特に俺がさ、あ、トレーニングデーが好きだから、うん、ああ、なんか警察官の話でしたっけ。いいか、やばい、わかる。見てもらえます。
オオカミになるんだ。あの足にオオカミのタトゥーはどうかと思うけど、ダッサッと。あの役作りすごいっすよね。すごい。体も違いませんなんか、すごいめっちゃ鍛えてるし。なんか昔の日本の俳優さんとかまあだったと思ってて。すごい、何でも演じられなくなっちゃうと思いましたね。トレーニングでは本当味方なのか敵なのか本当最後まで分かんなかったから良かった。終わり方も良かったし、うん、見ました？トレーニングで面白いですよ。あの白人の新米警官があのデカになるんですよ、麻薬取締役に。で7日間の研修期間で黒人の上司に就くんですよ。え、話していいですか？ネタバレ大丈夫で、アニアいらっしゃいますで、あのその期間をトレーニングデイって7日間の物語なんですけど、その麻薬取締役ってアメリカの癖があるんですよ。麻薬取締役だから癖があるんですよ。要は警察官の汚職とかも書かれていて、で結局なんかいきなりその例えば僕が上司で新人の職人だと思うんですが、例えばいきなりマリファナかなんか薬物が食べて吸えって言われる。でそいつはバカ娘の性格だから、そんなことできませんよって言われてて、で、結局、お前、で、なんか銃とか向けられて、外を連れ出されて、お前ふざけてんのかみたいな。お前が、もし、ガサ入れに入って潜入捜査やってて、これ吸えなかったら、お前警官だってバレるんだぞって言って、ああ、なるほど。で、お前は舐めてるこの仕事みたいな。で、こんな奴だと思わなかったみたいな感じで、結局振っちゃうんですけど、なんか、それが正義なのか悪なのか、どんどん分かんなくなってくるんですよ。あれこの人いい人なの悪い人なのみたいな、それがめちゃめちゃ面白いっていう、うん、雑談配信ですね。僕は基本的には相手の声が聞こえない、まあそれはしょうがない。俺はほら配信者仕様にもう声をチューンアップしてるから。めっちゃチューンされてるからありますね。あれトレーニングではめちゃめちゃ面白いです。おい、さくらちゃんいらっしゃい。毎月またカラオケ会はやってるんですか？毎週やってるよ、浅井さんは。だから浅井さんに問い合わせたら全然ウェルカムだと思うよ、浅井さんは。俺最近出席してないけどね、明日多分来るんじゃないかな。麻藤さーん朝来ると思うよ、お誘い。カオスなカラオケ見たいです。明日じゃあもし誘われたら行ってみようか、カラオケ光の合唱団コニーコピア。めっちゃうまい。辛いんだ。辛さは感じなかったけど、食えば食うほど後から来るんだ。スレイヤーズってすごい面白かった記憶があるんだけど、スレイヤーズ面白かった。ミナインバース懐かしい。え、世代じゃないですか。いや、再放送からで朝やってました。林原めぐみ。でも今見ると全然面白くないんですよ。確かに。
何なんだろう、中身すっからかんだ、すっからかんだよね。もっとなんか重厚なストーリーあると思ったらさ、うん、全然ないんだよ。ドタバタやってるだけみたいな。そう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 、呪文のスケールとかがどんどんでかくなってくる。ドラグスレイブ、ドラグスレイブ、ドラグスレイブ、あとなんだっけ、ドラグスレイブと、あとなんだっけ、なんだっけ、好きだったな、スカーレット・ヨハンソン、よさげだね。また新しいの出たよ、予告。それがいいっすね。うん、いや、音がいい、あの映画。あの、ドゥーン、ドゥーン。あー、なるほど。あの、音響がすごいいいね。広角の世界観で、うまく表現できてる。いやでも、たけし。たけしがどうなるか。たけしどうなるか。楽しみっちゃ楽しみっす。もう、たけし枠は諦めよう、荒牧は。あれはもうネタ枠。ネタ枠でしょ。ネタ枠っていうか、そう、日本のファンに媚び売ってる感じだよね。興行的に。間違いない。たけし出せば喜ぶんだろうっつって、うん。日本のアニメファン引きずり込もうぜ、みたいな。ね。なんか、広角、推し作品を踏襲してる感じだ、あれは。ですね。もう、ノロリスペクトですね。うん。若干テレビシリーズの設定もクゼとか出るらしいっすよ。え、クゼ出んの？クゼ好きなんだよ。そう、あれクゼ出んの超いいな。らしいっすよ、らしいっすよ。あいつが気になるんだよ、あのさ、こうバーって出た時マシンみたいなの出てくるんだよ、あの予告版に。こうやってフードかぶったやつが出てきて、最後こうバーってやったら首とかはマシンなんだよ。うん、何なんだろう、あれ電車出てきてないと思う。90年代アニメってさ、エヴァンゲリオンだろ。申し訳ないけど、電波 OK、 ありがとう。こういうのいらないよ、これ。これうまい、うんうん、エヴァンゲリオン、ほんと語り尽くしたいもんな。ふわっちで一回やってほしいっすよ。やろうか、うん、今度エヴァンゲリオンナイト、うん、徹底的にやりたい、うん、それこそ許されるなら、うん、エヴァンゲリオンを流しながらここのシーンはこうだとかをやりたいんだよ。あ、いいっすね、見たい、めっちゃ見たい、うん、あと漫画もそうで、ここにワイプで漫画出して、うん、普通の人が面白さ分かんないっていうのも絶対見方が分かってなくて、最近ね、ツイッターで回ってるグラップラーバキの板垣がいかにすごい作家かっていう解説があるんだけど、すごい的確で、一番左にバケがコーラ、炭酸抜きのコーラを飲んでて、あいつ死ぬぜみたいな感じで冷やかしから始まるんだけど、それがいかに計算された細かみたいな解説してるんだよ、ツイッターで。そう、和田さんのリテラシー力本当半端ないから。あのね、なんだろう、作家、漫画の作家とか映画の作家って無意識でやってる部分と意識的にやってる部分ってあるじゃん、意図的に。だからね、その辺の雰囲気みたいなものをね、読み解くのってね、結構大事だと思うんだよね。すごいっすよ、うん、例えばそのよくその小説家で言われてる有名なセリフで、小説にリンゴが出てきたらリンゴは食べられる運命にある、うん、で拳銃が出てきたら拳銃で誰かを殺すっていう前振りなのよ、うん、例えばさ、俺が書いた小説でなんか拳銃を仕入れる描写が出たとするじゃん。で、物語の終わりにそれ回収しなくていいってありえないじゃん、うんうん、っていうように、これ何の比喩かっていうと、なんつうの、拳銃が出てきたら拳銃は発砲される運命だし、リンゴが出てきたら食べられる運命だし、無駄なものを作家は書かないよっていうことを言ってんだ、うん、で、エヴァンゲリオンで言うと、アスカがいきなり洗面台でこう気持ち悪いって、子供なんていらないのにっていうシーンがあるわけ、うん、あれはどう考えても妊娠してつわりだっていうさ、メタファーなのよ。要はシンジ君とアスカのセックスシーンっていうのは書けないから、うん、それを暗喩して伝えてるわけじゃん。だけどガチの人とかは、いや、アスカとシンジ君のセックスシーンなんて書かれてないってなっちゃうわけです。だから結局見る人のリテラシーによって作品って全然話が変わっちゃうから。そうじゃない作品とかもいっぱいあるんだけど、
だからなんか俺がよく日本の映画とかドラマがなんでダメになったかっていうと、全部セリフで語らすぎるから変になってるっていうのがあって、例えば拳銃で誰かを撃つシーンがあったりしたら、日本のドラマよこれ雰囲気ね、たくみさんがいるんだろここに、で俺が人を殺す役だとします、そしたらパンって撃った後、昔の日本だったら映画だったらパン、なるほどねっていういいシーンなわけよ、なるほどね、それで読み手にどんな気持ちなのかとか感情移入できる。だけど今のドラマってお前のそういうところが昔から嫌いだったんだ、お前が裏切ったよなみたいな、いらないセリフをやる、間違いない、そう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 、なんていうかそのよ、俺が思うにバカを相手にしてるっていうか、そのなんていうの、そのリテラシー力がない人に向けてるから、そのリアリティがどんどんなくなっていくんだよ、説明口調になるっていうか、それがすごい嫌だ俺は。確かに確かに、読み手がどう思ったかでいいんじゃん、それは。例えば俺はいい映画の条件、例えばだよ、さっきのシーンで言うとパーンって撃った後にだよ、その後に泣くとするじゃん、それで終わったらなぜ泣いたのかで楽しめるじゃん、わかる、でいい映画ってそういうもんだと思ってて、そういうのが俺はリアリティだと思うんですよ、それをそれなぜ主人公が泣いたのか考えろっていう、何でもかんでも語りすぎ、最近の作品は幼稚園生にでも分かるように作りすぎてんだよ、そう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 、うん、宮崎駿の風立ちぬなんかまさにそんな感じだったんだ、説明一切なかったからよかったね、風立ちぬはだから賛否両論あったと思ってて、今まで子供向けに作ってたら全部説明させてたけど、大人向けにやると一切説明省くからね、だから堀越二郎がさ、その企業にさ情報を売ったシーンとかもさ、多分よく分かってないと思うんだよ、企業スパイに情報を売ったっていうシーンが書かれてるんだけど、なんかだから作家がそのリスナーを信用してないんだろうな、多分、うん、まあ、押井守は逆の作でも逆に多すぎるっていう感じで言うといいんだ、そうですね、やりすぎっすね、いやあれは逆にあれくらいやるっていうのは俺好きよ、と尖るってそういうことだと思う、全く信用しないっていう、ガンダムオルフェンズ見てるんですよ、ついに僕もガンダムを、あ、言ってたね、はい、オルフェンズ見たことあります、見てない、ガンダム、ガンダム新しいやつですか、あ、去年あたりの初ガンダム、ガンダム童貞を捨てて、あ、そうですよ、やってますよ、うん、オルフェンズ見てますよ、そうっすかいや、いや、ね、いや、そんなことなくて、すごい偏ってる作品で、なんつうんだろうな、いや、もうはっきり言って人間ドラマ成立してないんだよ、ひどいのよだけど戦闘シーンが始まると急にかっこよくなるの、だから俺がオルフェンズ見てて思うのは、ずっと戦っててほしい、ガンダム同士超かっこいい戦闘が始まると、ただもうそれ以外もうぐったぐだっていうか、中二病のもうひどいみたいな、末期みたいな感じなんだけど、昔のファーストとかの方がいいんだろうね、群像劇的にはいい、そっちの方が多分ね、いいでしょう、ファーストみたいね、でもまあ思ってたより悪くないなと思って、うん、
なんかその戦闘シーンが始まると作画の力の入り方変わるんだよ、絵面がガラッと。やっぱ好きなんだなっていう。ガンダムはやっぱかなりコアなファン多いっすからね。ねえ、すごいよね、ガンダム。すごいっすよ、ね、G ガンダム、俺ね、オルフェンズしか見てないからわかんないんだよね。ガンダム、いろいろありすぎてわかんないでしょ。ああ、わかんない。多すぎ。ただ俺が見やすいと思ったのは、なんかそう、アフロとかの世界観とは別のパラレルワールドの世界観らしいんですよ。だからその過去を知らなくても見れるっていうのが見やすかった。なんか他の作品はほら繋がってるじゃん。だから昔の作品見てないと面白くないじゃん多分、うん。ビーム兵器が出ない。え、出るでしょ。ガンダムってキューベレーとかのあの、え、出るんじゃないの。ビームライフルとか撃ってるよね。ガンダムってビーム兵器出るでしょ。てか三日月が好き。おー、三日月オーガだった。オルフェンズ、あ、オルフェンズ確かにビーム兵器出てないな。そここだわりなんだろうね。多分嘘くせえっていうのがあったんじゃん、監督の中で。ビーム兵器って嘘くせえっていうあれじゃん。鉄血は実弾ばっかり。確かに確かに、オルフェンズ。なんかその男の子の中二病のかっこよさみたいなのをふんだんに入れてるから、なんかベルセルクの初期みたいな感じなの。なんかあの鷹の弾、鉄火弾っていうその弾が舞台なんだけど、エンディングはミーシャの。やったら歌うめえなと思ったらミーシャの。そんな大御所。大御所だったらガンダムシードの大御所。ムレブリューション。へえ。ほぼ。へえ、すげえ。T.M. の T.M. レブリューション。どうしてだ。西川はガンダム好きで志願してる。でもそういうなんか夢の叶え方かっこいいよね。西川ってアニオタだったんですか。アニオタだったんですか、ね、西川。美味しくすんなよ。多分どのガンダムかわかんないけど、一度は見たんじゃない、男の人は。何シリーズ見たか知らないけど、25話ぐらいまで見たね。地球に行って戦闘が1回行われたぐらいまで見た。1話から1日10話ぐらい見てて、あ、じゃあ8話ぐらいか。そんな見てたんすか。なんかのんたんがギャオのプレミアム会員でギャオ見放題で、なんか見たい見たいって言ってたら、なんか映画 DVD 屋さんに行くのも嫌だ、映画館に行くのも嫌だってなって、でプレミアムアカウントかよこせっつって、でガンダム、こんなのガンダム一通り見てるって言ってた。ヘヴァン、いやだってもう引きこもってやることがないんだよ。絵は描いてないですか最近。モンタン描いてるよ今。俺の絵を描いてる、俺の肖像画。見てみたい。今そのオープニングを作り直してて、あの YouTube 用の、それにモンタンの絵入れようと思って。セカンドシーズン入ってないぐらいだと思うな多分。まだ完結してないと思う。
よ。あれが死んじゃったところだ。ビスケットが死んじゃったところ。思い出した思い出した。でもあんのエヴァの新作ってもう作る気あんまないですかね。全然企画動いてないみたいですね。いや動いてるでしょ。あ、そうなんですか。書いてるんだよ。へえ。だけどもう期待はしてないかな。もう本当に期待してない。でも最後の最後でどんでん返しする作家だから期待してないって言うと嘘になるけど、なんつうんだろうな、もうあれエヴァンゲリオンじゃないと思ってたよ俺。本当にエヴァンゲリオンの良さって女の子でもそのマシンのかっこよさとか戦闘とかじゃなくっていうのに気づいてないんだよね多分。カオルくんがね、もう自分で死んで、シンジくんが手を汚さなかった時点で、ストーリー分かってたのかなと思っちゃって、あれってシンジくんが親友を殺しちゃうからも、その世界を滅ぼす引き金になってるのに、どうすんだろうなっていう、25話で1回終わってんだ。やっとできた友達が結局その敵だったっていうのが良かったのさ。こじらせてないんだよだから。結局はやっぱその最近の流れでいうとキャラ萌えとかそっちの方向に行っちゃってますよね。やっぱなんかまあもう端的に言うと庵野って今さ日本のアニメーター業界の中でもトップレベルに稼いでるし、トップレベルに地位が高いわけじゃん。ぶっちゃけ不満なんかないじゃん。葛藤もないじゃんっていう、幸せだし。そうっすよね。だからそういう作品求めてももう無理なんだろうなと思って。だから庵野の良さってやっぱ病気感っていうかさ。そうっすよ。そう。だから誰が言ってたのか忘れちゃったんだけど、エヴァンゲリオンって本来国民的アニメに絶対ならない作風のアニメなはずなのになっちゃったんだ。それってなんか日本がやばいと思う。それは本当思うよ。なんであんなエヴァゲーションって言ったの。俺だからオウム真理教すごいリンクしてると思う。そう、だからその救いがなかったんだろうね多分。逃げ場がなかったっていうか、今はそのネットがそれの代わりのツールになってると思うけど、なんか、なんだろう、なんであの現象が起きたんだろう。俺エヴァンゲリオンって結構やっちゃいけないことやって、なんつうんだろう、結構それ言う人いないけどさ、シンジ君って結構病気じゃん。あれって、まあ、主人公じゃないよ。主人公じゃないし、あれ結構末期の患者だと思うの、うつ病の。抗うつ病っていうかさ、で出しちゃいけない人なんだよ多分。そうそうそう。だけど
だから視聴率が低かったってさ、結局そこに共感した人たちじゃん。結構テレビ版のなんか新小世界新宿のなんか電車のシーンとかあるじゃないですか。ああいうのとか結構好きだったけど、なんかもう病んでる要素みたいなタイムみたいななくなっちゃったよね。同じセリフ同じ風景なのに、やっぱそこが乗っかってないって何なんだろう。だってアニメ版見たら重かったもんね、電車のシーンとかさ、ほんとトラウマを書いてたじゃん。だからその黒歴史に触れるとか自分らにもあるじゃん、生きてる人だとどんな人にもあると思ってて、その描写がやっぱリアリティがどんどんなくなっていってるよ。それがなんでなんだろうな。確かにあの電車のシーンはすごいよね。あそこはすごい作家性丸出しですね素晴らしいですね。すごいよね、ほんと。だから電車が出ると、あ、こもってるんだって分かるもんね、ちゃんとね。それがだからその年を取って見てるからそういう風に感じるのか、単純にそうじゃないのか、もう一回検証したいと思ってて。確かに確かに、お願いします。もう一回アニメ版見てみたいなって思うんだよね。見たいですね。だからそう、多分見たことないっていう衝撃があったんだよ、テレビで放映されたけど。なんかさ、今ってさ、エヴァンゲリオンがある前提でエヴァ作ってるんだよ。で、見たことあるものだ。で、エヴァンゲリオンの凄さってセーラームーンとかクレヨンしんちゃんとかの時間帯って、あれがアニメの常識だったところに、いきなりその、なんだろう、中華ラーメンしか食ったことないところに、いきなりなんかつけ麺が出てきたみたいな衝撃があったんだ。面白いですね。そう。で、つけ麺を知ってる日本国民に、これ新しいでしょってやられても、いや、美味しいけど、みたいな。なんでもう一回エヴァ作ろうとしたんだろうな。完結してますよ、儲けたかったんですね。儲けたかった。大人の事情なの。ナルタルって面白い？見たことある？ありますね。アニメもありますよ。アニメ？あれって僕らの書いてる人だっけ？そうそうそう。だよね。で、ナルタルが結構尖ってるって書いてあって。あれはエグいっす。あ、そう。いじめの描写がもう。やばい。やばいっすよ。一線超えるどころの話じゃないっすよね。マジだ。ナルタル読みたいんだよね、今。あー、すごいっす。やばいっす。あ、そう。
相変わらずなんだ。もうエヴァの影響絶対受けてます。世界系ね。世界系。いじめの描写がきついのはちょっと嫌だな。いやーいやーマジできつい。マジだ。トラウマになりますよね。俺秘密読んだ時トラウマになった。一巻の終わり。稲中見てるよ、大好きだよ。稲中はもう大好き。まだ連載してるんですか？してないよ。古谷実のデビュー作だもん。あ、そうなんですか。稲中だけ読んだことないの？なんか読めよ。秘密もないし。秘密もない。稲中卓球部から全部面白いよ。外れない。シガテラしかない。シガテラ外れ。シガテラ一番外れっていうぐらい外れだよ。あれバイクの話だよね。ドゥカティの話だよね。え、どんな感じだったっけ、シガテラって。なんか高校生活を営むんだけど、なんかそのやばいことに巻き込まれてみたいな。だから中途半端、あの後半の秘密引きずってる系だよ。他読んで、他読んで。もう特に稲中から入ったらすごいよ。めちゃめちゃ面白い。稲中最高よ。今新しいの書いてるんだよな。古谷実のいいところ、4冊ぐらいで終わるのがすごくいい。読みやすいっすね。読みやすい。サルチネスも最高だよ。泣けるよ、めっちゃ感動系。おーうめえ。あの要はギャグ漫画界で金字塔になるわけよ。稲中卓球部、僕と一緒って言って、ギャグでトップなんだよ。これより面白いギャグないって言ってもいい。で、その路線で行けたんだけど、秘密って結婚した時に作風が一気に変わって、作者のコメントが超怖くて、これからの笑いはブラックですよっていうコメントを残して、要は人殺しとかを書き始めるの、精神異常とか。で、もう秘密はもう本当にすごいのね。すごい。そう。で、その世界でも、まあ、映画化されまくってるじゃん、ヒメアノールとか秘密とか。で、今度またその路線ちょっともう飽き飽きしてんのよ、その、なんつうの、あの、そのバイクの話とかは。もう、ギャグ戻ればみたいな感じなんだけど、サルチネスは今度は、その3番目の進化が始まって、要は、浅井さんとかみたいな人を主人公にし始めるんだよ。本当に。要は、なんつうの、もうぶっ飛んでる系。だけど、その人たちが、なんだろ、サルチネスはね、愛の物語なんだよ、本当に。要は、またダークなのかって思わせておいて全然違うんだよ。だから、なんつうんだろう、この人こんなことできるんだ、みたいな。妹と、簡単に言うと妹とお兄ちゃんの話なんだけど、でお兄ちゃんがもうとんでもない電波系なの。すっげえ面白いの。もう面白さっていうか、その今までのギャグの尖り方。要は、稲中卓球部って主人公たちもバカな中学生なんだけど、基本中学生なんだよ。で、サイドキャラクターに尖ったやつを出してたの。キチガイ系っていうか。だけど、その本来サイドキャラクターだったやつを主人公に引っ張り出してきたみたいな。すっげえ面白い。浅井さんは本当リアルに漫画のキャラっすよ。漫画でしょ、浅井さん。あれもすごい。すごいよね。画面越しだと伝わらないんだよ。面白いけど、あれリアルであったらもうなんかもうたまんないよね。でも問い合わせ来てるよ。浅井さんの元なんか治療されてたから、もう信者って言って浅井先生って呼んでる人から来て、浅井先生は今どこで何されてるんでしょうかみたいな問い合わせ来て、うん、なんか結構カルト的な。そうだね、魅力があるんだよ。なんか競争だよ、浅井さんは。うん、バカプレゼントありがとう。浅井さんのカラオケに行ったリスナーって和田さん知ってるし、でも行く行くって言ってた人はいたから、本買ったらしいよ。
浅井さんの本読ませたかった失敗した読みたかった、すごいよあれすごい、もうすごい本当に浅井ワールド、あの人作家本当にマジで和田さんのお墨付きならもう安心だもん本当に尖ってる、なんていうのかな、もうあこの人これやるために生まれてきてたんだって、なんかエッセンシオンみたいな前から書く趣味みたいなあったっぽいっすよ、浅井さんの部屋行ったことないんだっけ、もうこの部屋の天井この四角あるな、こんな量じゃないよあの紙入ってる紙、の量すごいよ、あの人はねもう天性の作家だよ、だから後世にその目を持ってるプロデューサーとかに泊まってから本当草間彌生とか山下清とかみたいになると思うよ、もう後々伝説になるよ、本当にすごい浅井さん、買いですか浅井衆、浅井の詩集、俺は買いだと思うから買うよねっていうか、むしろ埋もれる可能性も高いと思ってるんだけど、じゃあそれを誰が継承するのかっつったら絶対俺役割だと思ってるから、こういう人が生きてたんだっていう、そうですね、アウトプットする人がいないと、そうです、そう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 、浅井さんは語り継がないとダメだよあれ、買ってみようかな、3500円ちょっと高いけどね見る頼む？いや、飲むかな、そうそう、いや、頼むな、飲むか、うん、こんな人か、
なんだよ、キャプチャーとゲーム配信やりたいんだよ俺も。すごい見たい。ゲームやりたいね。で、ファミコンとかでやりたい。古いレトロのゲーム、マリオとか。絶対面白いっすよ、マリオ。ロックマンとかさ、ドラクエとかつまんないじゃん。アクションゲームってずっと見れません？見れるよ。あの死ぬのとかが面白いの。でいつも同じ場所で死んでまたかーみたいになるんだよ。結構ゲーム配信見んの。いいっすね。クリアするまでついつい見ちゃうんだよね。でもちっちゃい頃とかやってました。やってたよ。ファミコンコダボ。風船ありがとう。ファミコン好きだ。世代で言うとスーファミだけど、ファミコン持ってた。いや、FA はだから上だよ俺。 FA は似合わせるでしょ。俺、スーパーメトロイド覚えてる。メトロイド、サムスアラ、あれ、知らないでしょ。スーパーメトロイド、バーンって撃つやつ。撃つんだけど、その弾になったりするんです。なんて言えばいいのかな。横スクロールアクションだよね、ロックマンとかの。エネルギー弾みたいな。もうそうなんだけど、アクション要素が高くて、ジャンプすると弾になるっていうか、弾になってぐるぐるぐるって移動もできたりするんだよ、主人公が。で、そのジャンプするとアイテム取ると弾で回転のカッターみたいになったりとか、それ敵を倒したりもできるようになったりとか。ディスクシステムとか知らないでしょ。ディスクシステム、ディスクが多いんですよ。ファミコンカセットだけじゃなくて、あのフロッピーディスクでゲームをできた時代っていう付属品がいっぱいあったの。それは初めて知ったので、そのフロッピーが書き換えできるから、おもちゃ屋に行って500円とか使い出すと新しいんですよ。すげえ。だから昔結構、だから任天堂尖ったことやってましたよね。そうそうっすね。ネットがないですから。だから1枚あると飽きたらどんどん変えていく。あーすげえ。マジで。でも流行らなかったよね、ディスクシステムが。ちょっとね、流行らなかった。スーパーファミコンのカセットとかの値段知らないでしょ。1000円。ドラゴンクエスト6 16,800円です。でしょ。やばいでしょ。だからゲームの値段がなんで下がったかって、あれプレイステーション4、要はプレイステーション1、ソニーが仕掛けたの。ソニーが均一4800円で売り出したんだっけ。で、あと1000円シリーズとか1500円シリーズっていうのを大量に出して、要は価格破壊を起こしたのよ。それまで、でマリオとかっていくらぐらいでしょ。12,800円とかですよ、マリオ。何のスーパーマリオブラザーズ。ファミコンの、ファミコンのマリオはいくらか知らない。買ってない。ファミコンが4000円。あ、まあそれくらいか。スーパーファミコン高かったっすよね。一番安いソフトで8900円とかだったの。クソゲーで。だよね。コシトラはやってますよ。コシトラやったな。コシトラ？あ、やってるやってる。ダメ。やめ。ソシャゲはダメだわ。合わない。やってるけど惰性でやってるよ。俺は半分止まっちゃった。3ヶ月ぐらい。やってない。でもあれ時間の無駄だよ、ソシャゲは。
ゲームクリアした時の感動とかあるのかな、今の子って。昔のゲームはやっぱりクオリティ高かったからあると思いますけど、あったね。クオリティ高いっていうか、エンディングが1個しかなかったので、スーパーファミコンとかだったけど、エンディングが2個、3個ね、そのやり方によって。マルチエンディングが分業されてきた。コンセプトとかがしっかりしてたよな。私は腕太のパンチングマシンやる？どれくらい出るのか、腕太くなって。最初やばいよ。行く？リスナーさんどう？お母さん。お前パワーでやってた。行くか。
行きますか。トイレ行ってきたんですよ、お前。洗うかどうか。オッケー。いや、俺のターン。風船10個ありがとう。
見れてる。人すげえな。やばいね。え？いや景気良くなってるでしょ。完全に今ね、土日でこんな歌舞伎に人溢れてんのすごいよ。お、あれまた止まったのかな。また止まった。すごい人だよ。ほら楽しいよ。大丈夫。すごい量だよ。人混み超にぎわってる歌舞伎。ゆうすけ下手したら渋谷ぐらい人いんじゃないの。変わったね歌舞伎も。にぎやかにぎやか。人だ。なんだこれ。すいません。やばいな人の量が。すげえ人。なんだこれ。こんな栄えてるんだね。2時まで。何キロぐらい出ると思う？みんなの予想。みんな予想書いて。パンチングマシーン何キロか。予想の数字書いてください。何キロ出るか。今からパンチングマシーンやります。170は出ねえだろ。170って相当パンチ力あるぞ。そんな出ねえわ。そんな出ねえわ。170出たら相当腕太くなってるし、よっぽど自信つくよ。そんないくか。180出ねえわ。言い過ぎだわお前ら。出ない出ない。そんな170。じゃあレクチに一回やらせてみようよ。レクチがどれくらい出るかの指標になるでしょ。たくみさんとレクチもやろうよ。どれくらい出んのか。パンチングマシーン、それで和道がどれくらい出るのかで指標が変わるでしょ。たくみさんとレクチもやってもらうわ。ハードルだけ上がるぞ。たくみさんでもパンチ重たいだろうな。
じゃあゲーセン行きます。まずレクシからだよ。レクシー。どうやるんですか。ちょっと待って。見えてたら手を挙げて。大丈夫だよ。電波あるよね。200円どれくらいいくかな。歴史からやります。弱っ弱っ本気でやるよ。お、俺ひどい。40キロひでえな。本気でやる。本気で40キロはひどすぎるだろう。ひどいな。おー、101キロです。これ本気？マジの本気？次112。レックスの本気112。じゃあ次たくみさん。怪異に手を構えるところが日々はもう一度チャレンジだ。いや、これ一回キャンセルしちゃっていいよ。時間少しいい。レクシが112ね。112。あれ本気でやったの？本気？あれはでもヘッポコすぎるだろ。結構ガチ。たくみさん重そうだよね。
さあ、たくみさんどれくらいいくかな。どうなれば重っ匠さん重いぞ。もう125、匠さん125。今のスコア125です。ただね、重たかったね。次のステージです。おお、なかなか重たいね。おお、いったいった、128です。たくみさんで今のパンチが最高記録。おさあ、おお、キレあるな。たくみさんパンチキレありますね。おお、ああ惜しい。じゃあ俺の出番か。マジで。
キロ早かったね。ダメだ。100タクシーを目指すか。おめでとう。君の活躍で無事街の平和が守られたぞ。ラッシュ。ハイドライトだよ。最初の170が一番。パンチ力上がってましたね。パンチ力上がってました。最後のパンチ手首ぐねったわ。170まあいいんじゃないの。あとの方に出せばいいかね。いや違うんだよね、あれ多分ね設定重くなったんだよね急に。170は結構いいでしょ。嘘。あれをパルパルにぶちかましたかったんだけど、三品にここで止められた。ここだよ。ここあ、ここか。そう、あのパンチをねパルパルにぶつけたかったんだけどね。170でした。最高記録は2発ぐねった。やっぱ筋トレの成果が出てますよ。結婚しました。正解。多いな歌舞伎。遠いからこっちが行こうか。ラグがすごそうだな。和道さん早い。何が早いの。早漏って意味。180出たらよかったんだけどな。ダメだね。
ヘタレですよ、ヘタレ。バカプレゼントありがとう。ラグがどれくらい出てるのか計算したいんで、5秒カウント後に手を挙げてください。5、4、3、2、1、手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9秒か、全然ラグってねえわ。ありがとう。9秒でそんな楽ってねえな。そんな楽ってなかったわ。ギターリストギターやってるね。どうする、解散する、時間も時間だし了解っす。いやありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね、何もできなかった。いやいやいや全然。じゃあまた、だから来週スタジオまた入ろう。来週また。気遣ってもらってありがとうございます、本当。超嬉しかったです。じゃあこのまま帰り、帰宅配信やります。よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。帰るか。どっか回ってく？充電あとどれくらいあるんだろう。充電があと44分か。とりあえず帰るか。はい、ワトツ、亀尾さんいらっしゃい。お疲れっす。家に帰ろう。奥さんが待ってる。そうだね。めっちゃ優しいな。万円の妻なんかお腹空いてるかな。
歌舞伎町はきらびやかだね。こんばんは。熊野ジャーキー、香川さんにコテンパンに言われてたよ昨日。すごかったよ。コテンパンに言われてたよ。そうだね、なんか活気が戻ってきてるね歌舞伎町は。こんなに人いるとは思わなかった。え、香川さんじゃないの？香川さんなんかあった？なんか熊野ザッキーって言ってたけど、なんかすげえ香川さんにずっとディスられてたよ。ジャッキー違うのかな、別の人かな。香川さんのリスナーもともと。あ、バッテリーが残り 10% か。パクついてきたな。いつ聞いたの？いや昨日香川さんロムってて、ずっとなんか熊野ジャーキーがどうのこうのって言ってたから、あれ違うのかな、わかんない、別かもしんないわ。香川さんリスナーじゃなかったらごめん、違うと思うわ。こっちのオフィス街来るともう人ガラガラだね。いやいやいや、違う違う、何が気に入らないって俺言ってないって、うん、じゃあなんかすごい、なんか俺もよくわかんないからそういうの。香川さんがなんか、こいつ熊のジャッキーだろ気持ち悪いとか言って、なんかこういうやつ嫌いなんだよみたいな感じでなんかずっと言ってたから、俺もロムってたからよくわかんないよ。そうそう、香川さんリスナーなの？昨日の放送？なんかネットストーカーがどうのこうのとか言ってた。ジャケットいくらなんだろうねこれ。もらいもんだからわかんねえわ。そうだね、電池の減り早いね。でもまあ大体2時間ぐらいは放送できるかな。もうあと残り 10% だから途中で切れたら携帯に切り替える配信。あ、そうなんだ。昨日すごい言ってたよ。おじった。あ、もう関わってないんだ。家雑やろ家雑。いや俺が言ってるわけじゃないからさ、ごめんね、なんか気に触ったんだったら。俺は別にそう思ってないけど、なんか言ってたよって。警察前に離脱します。了解です。お疲れ様です。いや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 、なんかあったのね。じゃあ気悪くさせてないけど、なんかいざこざあったんだなと思って。
バッテリー買わないとな、このパソコン用の。旅配信できねえよ、これじゃ。一方的になんか言われてんだ。うわ、月でか。月やべえ今日。何これ半月。超すごいんだけど。見る？月やべえ、ほら。伝わるかな？超でかくない？半月なんだけど。あ、画面だと伝わんねえな。今日の月やばいよ。広角レンズだから小さく見えちゃうね。すごい今日の月は。のんたんお腹減ってるかな？のんたん見てる？まあ合う合わないあるからな。伝わらない？伝わらなかったね。すげえでけえ今日の月。やばい。ビルじゃなくてビルの上にね、月がバーンって乗っかってる感じのデカさ。あ、バッテリー切れるな。 7% ごめんね、バッテリー切れると思う。切れたら携帯で配信するから。星も綺麗だね最近。オフィス街に来ましたね。東京、新宿はまあ都会だよな。新宿はまあ都会ですよ。田舎じゃないからね。俺は田舎の方が好きだけどな。ずっと部屋の中にいるだけだから。下町は田舎？そうだね、東京でも。いやでも田舎ではないよ、やっぱり。下町は下町で風情があるよ。本当に、だって成田とか畑しかないもん。畑しかない。太ったね、かなり。だいぶ太った。食いすぎなんだよね。男はハゲるっしょ。はいはい、ゴンタいらっしゃ、また来てね。
はい、こんばんは。闇金牛島くんみたい。そう、そうかな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん。もう